石化層栄章足玉クラブは、中華人民共和国の河北省石化層市をホームタウンとする中国プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。通称、石化層栄章。1月4日、アマチュアクラブのアモイ東諸行属級クラブが誕生し、アマチュアリーグに参加する。福建省リーグで優勝。全国アマチュアリーグで2位に入り、翌年のお月ーーグへの参加が決まる。 2月25日、アモイ春号投資有限公司、アモイ東諸行新出口有限公司、アモ京、アキ工房有限公司、アモイ金森金属製品有限公司が共同出資し、クラブ名称をアモイ春号属級クラブ復権春号を明日またいに変更。最初は、アモ市のスタジアムをホームスタジアムとして使用していたが、復権省体育局の協力もあり、 最終的に龍眼体育中心を使用することになった。オッツ級リーグでは、南区で優勝、プレーオフでも3位に入り、昇降格プレーオフで、高級リーグ再開の奇襲地上足玉クラブを、PK 戦の末に破り高級リーグ昇格を決める。12月4日、河北省石火創市への移転を決定、復建春合集団と河北栄昇集団が、スポンサーについた。 1>, 1月18日、中国サッカー協会により、石化層栄章春合族級クラブへのクラブ名の変更が認められた。12月、復権春合集団が、クラブスポンサーから撤退、クラブ名称が、石化層栄章足玉クラブとなる。ありがとうございます。